君の脳に直接届く妄想のプライムです。さあ、夕闇通り探検隊続きをやっていきましょう。あと16日。早いね。今日はね、くるみちゃんで噂を回収していきます。夏休み部活ってことか。夏休み毎日プールいるじゃんって思ったけど。なんか、でもあのおトイレ軍団とかもいるってことはなんか、ね、みんな、そんなプールしか行くとこないの？それともみんな水泳部入ってんのかな？学校の女子みんな。相葉みなみ、最近毎日学校来てるような、いたね、そんな人。なんか宇宙人と通じ合っちゃってるみたいよ。やっぱついてる人たちは違うよね。でもさ、ゆり、相葉についてるものって何？あ、あれはね、近寄らない方がいいよ。何それ。聞かせてくれよ。ねえねえ、何のお話？くるみにも教えてほしいな。宇宙人はあっち行ってな。まあ、宇宙人って僕のことを呼ぶという、くるみちゃんのことを呼ぶってことは、さっきの宇宙人と通じ合っちゃってるらしいよっていうのは、くるみちゃんと相葉みなみが通じ合ってるらしいよってことですね。相葉みなみも部活に入ってるの？小学生の時夏休みプール開放日とかあって行ってたよね。やっぱね、友達と会えるし、やっぱ好き勝手、授業じゃなく好き勝手プールで遊べるっていう楽しさね。あ、これかな、くるみちゃん、これっぽいね。よっ、帽子かぶれよ。なに、みなみちゃん。くるみちゃん、どうして酒井さんと話すの？あの人たち、私とくるみちゃんにひどいこと言ってるんだよ。私絶対許せない。あ、こんな普通のこと言う子だったっけ。あのね、それよりみなみちゃん、お願い事が叶う遊びやろ。いや、どんな展開だよ。酒井さんたちがやってたやつでしょ。私もっとすごいのできるんだから。本当？そうだよ。お狐様だったら明日のこととか、もっと先のこととかだって分かっちゃうんだから。くるみ、それやりたい。みなみちゃん、じゃあ絶対に秘密だよ。私放課後に校門の前で待ってるから、くるみちゃん来てね。うん、放課後って言うても夏休みじゃないの今。あと絶対一人で来て。秘密のことだから。うん。この一瞬の間噂を手に入れるまでの一瞬の間、お狐様の噂を手に入れた。みなみちゃん、くるみちゃん、私待ってるから、くるみちゃんのことずっと。あ、なんかすごい急に重たい女の子みたいに。あれ、まあ噂手に入れたからいいのかな。はい、じゃあ噂をみんなで噛み砕いていきましょう。このどっかから手に入れた噂をみんなでまず噛み砕いてから始まる感じがいいですよね。ちゃんと整理されてていいですよね。お、久々の曲。みなみちゃんがね、学校でね、あ、これ秘密だった。椎名さ、あの相葉みなみってことどういう関係？友達。でもあの人っていろんな噂あるよね。椎名さん、一人で行って大丈夫なの？二人の仲が気になっちゃうんだ。NM 君は友達の秘密だからね。くるみが自分で会いに行くのね。なるほど、じゃあくるみちゃんで行くってことかな。はい、というわけで行っていきます。さ、というわけで、なんかね、相葉みなみはメロスが苦手らしく、このね、メロスをつないで、すごい二人緑色の服着てるの、なんだ、いつも結構ばらけてますよね。まあ、黄緑と緑だから違うっていうことでいいんですかね。あ、いるね、ぽいのが。くるみちゃん。この学校前の声怖いんだよな、なんか。みなみちゃん。くるみちゃん。あれ？くるみちゃん。すごい名前呼ぶじゃん。また内緒の約束忘れちゃったんだね。一人で来てねって言ったのに。絶好になっちゃうよこれ。椎名、あんたまた？どうすんのよこの状況。1、みなみちゃんと遊ぶ。2、散歩する。まあこれはみなみちゃんと遊ぶですよね。あ、サンゴちゃん、ナオくん、バイバイ。唐突な別れ。じゃあ行こう、くるみちゃん。
あれ、みなみちゃん、ちょっとシーナ、相場置いてどこ行くつもり？じゃあな、これで行けばいいのかな。ぶつ切りとはまさにガチャ切りみたいな。ガチャ切りって電話だからいいけどさ、リアルなガチャ切りは初めてだ。くるみちゃん、ここに座って、よかろう。みなみちゃん、これ何？これはね、ほら、秘密の場所と同じなの。扉の鳥居、空には細いお月様、お月狐様がここから出ていらっしゃるのよ。ね、くるみちゃん、座って。なんか本当、こっくりさんですね。目を閉じて一緒に呪文を唱えてね。せーのって言ったら一緒に言うんだよ。それから、絶対手を離しちゃダメだからね。螺旋様とも同じようなもんじゃないの？なんて言うの？人よずき、ケーケゲンなら足のなんたか、ヒトヒヒトより、つかせたまへり、よりたまえり、ケウケゲンぬよいのごんげん。わかった？わかった、もう一回。え、これもう一回聞いた方がいいのかな？もう一回聞いてみようか。人よずき、ケウケゲンなる、何？こんなん覚えられないじゃんね。人よずき、ケウケゲンなる足の腹、ひとひひとより、つかせたまへりおりたまえり、ケウケゲンなるよいの権限。わかった？ちょっと自信ないけど、わかったにしてみよう。多分覚える必要はないと思うんだよな。うん、やってみよう、みなみちゃん。じゃあ目を閉じて。一、目を閉じる、開けておく。ちゃんと従おう。お狐様が怒るかもしれないから。じゃあ行くよ、せーの。人よずき、ケウケゲンなる足の腹、ひとひひとより、つかせたまへりおりたまえり、ケウケゲンなる余韻の権限。くるみちゃん、目開けていいよ。今の声誰？うわ、なんかいる。あ、秘密のやつ。なるほどね。しー、くるみちゃん、大きな声出しちゃダメ。しー、そう、静かにね。お狐様がいらっしゃったよ。くるみちゃん、何か聞いてみる。やってみる？やんないよ。これやってみるしかないでしょ。うん。サンゴちゃんとナオくんとメロスのお散歩行けますか？それはいけるだろうよ。動かないよ、みなみちゃん。クスクス。じゃあ、私が聞いてみようか。どうぞ、もう一回。まあ、どうぞ。うん、みなみちゃんやって。じゃあ、私が質問してみるね。もう、家にも行かないからね。答えてくれないんだよね。くるみちゃんに好きな人はいますか？動かないよ、みなみちゃん。し、あ、動いた。あ、り、くるみみんな好きだもん。くるみちゃん、静かにして。怒られた。来年も同じクラスですか？い、な、あー。くるみちゃん黙って。ずっと友達ですか？い、な、いなって何？ねえ、くるみちゃん、勝手に動かしちゃダメだよ。くるみしてないよ。もう一度聞きます、お狐様。シーナ、くるみちゃんとはずっと一緒にいられますか？ずっとは無理だろ。わ、か、れ、る。はいか、家でよくない？どうして、お狐様？どうして言うことを聞かないの？本当はね、こんなの全部嘘。ごめんね、変な遊びに付き合わせちゃって。本当にこれなんか、もうやめよう、こんなこと。うんうん、あのね、みなみちゃん、いるよ、来てるよ。みなみちゃんの狐付き。いるねえ。た、ま、む、し、たまむし。
嘘つき。くるみちゃんどうして私のこと嫌い？くるみ、みなみちゃん友達だよ。じゃあどうして嘘つくの？いるわけないに。ないに。キツネツキなんているわけないのに。ああ、消えちゃったのね。いやもうくるみちゃんには見えてるからね。くるみちゃん、今から言うのは全部嘘の話。だから私とずっと一緒にいて。うん。やばい、メンヘラだ。あのね、タマムシ知ってる？うん、うん。これは特別な人の見分け方なの。あのね、力のある人はね、みんな、黒目の奥にタマムシを飼ってるんだってめっちゃ怖いこと言うじゃん。私のおばあちゃんもそうだったし、お母さんも小さいけど飼ってるの。変でしょ。すごい変でしょ。どういうこと？うちね、嘘のこと信じてる家だから。でもね、私見えたんだ。くるみちゃんの目の中、大きなタマムシ。お家の外でそういう人に会ったの。初めてだった。みなみちゃん、私学校に来るの楽しくなったよ。学校、くるみちゃんと会える場所だから。けどお母さんに話したら、そんなこと言っちゃダメだって。一緒に遊んじゃダメだって。なんで？本当のことは秘密のことだからって。私んちずっとね、そんなのばっかりだったの。だから私決めたの。そんなのもう信じないって。なのに、それなのに。みなみちゃん。今わかったよ、くるみちゃん。きっとどこかへ行っちゃう。私の行けないところ。くるみどこにも行かないよ。嘘。帰ってよ。もう帰って。そんな関係性でした？そこまでの関係性でしたっけ、この二人って。まあでも確かに、だいぶね、序盤の方に、仲良くなってたイメージがあるから、すごい久々な気がしましたけど、まあ、ちょっと早めに進めただけで、本当はそこでね、ちゃんと仲を、親交を深めてたってことなのかね。はい。そんなわけで今日も、こんなことがありながらもね、先に宿題済ませちゃいなさいと。いつも全く同じことを言われると。一言一句ね、たがわぬ。くるみ、お勉強してるの？どう見てもしてないな。してるの？って言われて、それを無視したまま寝た。キツネツキ、本当にいたのよ。言っちゃダメだっつに。けどね、みなみちゃん、全部嘘だって。シーナさん、キツネツキって何？ね、秘密だけどね、本当にいたのよ。でもみなみちゃん泣いちゃったの。あんた、相葉みなみに何やったの？シーナさんのせいじゃないよ。ああいう子だから。うん。でもみなみちゃん、くるみがどこか知らないとこ、行っちゃうっていうの。そんなことないのに。なんか気になるね。どういうことだろう。細かいこと気にすんなよ。まあ、相葉みなみはまた学校に来なくなったと。別にどうでもいいけど。おきつね様の噂を解決しちゃう。うわ、なんかあれですね。この話単体っていうよりかは、くるみちゃんどっか行っちゃうみたいなのってなんか実際ありそうな気がしますよね。なんかここまで倒れて、なんか謎の病気みたいな流れもあったりとか、ね、なんかみんなに見えないもの見えるみたいな流れとか、まあ、ちょっとずつなんか伏線回収している感じがするから、最後どうなるんだろうね。ちょっと気になりますが、はい、無事終わったので、もう7月30日なんでね。8月で終わりかな？ 8 月の途中で終わるのかな？はい。っていう感じなんで、また次ね、楽しみにしていただけたらと思いますけど、プライムが喋ってました。また次回お会いしましょう。バイバイ。